ルーディメンツを、まあ、手でスネアドラムで叩いていたんですけど、まあ、僕らはドラムセット奏者なので、最終的にドラムセットの中で、まあ、ルーディメンツを勉強したことが生きるのが本来の、目的だと思います。それでですね、まあ、一番シンプルに、ルーディメンツをドラムセットに持っていく方法としてはですね、手で叩いたものをそのままツインペダル、ツインペダルやバース、ツインバスのセットで、
しんどいですが、まあ練習だと思います。ダブルパラグ。20番グラムタップ。
ラッグパラミティによるガルバーツ、ドラッグパラミティ